はい、えー、アドバンスへからですね質問いただいたので回答していきたいと思いますおさえになっております今 R の思考の課題の文章を書いていた,いいたのですかとふと吉谷塾長は動画で話してるときにあっしまったなんでこんな話をしてるんだろうと思うことはありますか私は今文章を書いてるときに自分の書いてることは今回の 課題にあった内容なのかと自問し,と自問自答してししまったのですしかし長くネットビジネスをやっていらっしゃる吉谷塾長ですからそんなことはないのかなとも感じましたが失礼な質問だったらお許しくださいとまあこれは人間なんでありますよね単純に <laughs> 僕ロボットじゃないので <laughs> だあのもちろん経験がまあ17年やってますから <laughs> 17年やってるんでまあ他の1人かはねまあ メルマガも10万通以上は書いてきたと思う。13年ぐらいですかゴーストライター歴が。うん。まあ、表に出て顔出しして動画に関しては、限定動画も入れると3万本ぐらいは撮ってると思いますし。まあ、ゴーストライター歴の方が長いですからね。まあ、13年ぐらいやってましたから <laughs>。うん。 だから動画も3万本ぐらいやってますけど、まあ文章書いてきた方がまだ長いですね。13年ですから。あと8年ぐらい顔出しして動画撮れば、まあ並びますけど。うん。そう。まあ単純にありますね。だからね、まあ、たまにね、あの、こ,これちょっと、あれだなっていう場合は、あの、まあ99.999%やり直ししないんですけど、 たままにやり直しします昨日もね実は動画1本撮ったんですけど、あのー、やめました。っていうこともありますよそれは。99.99、まあ、99何パーその残り0.0何パーで1,000本中1本あるとか、まあ、それぐらいのレベルですけどあります。ブ,ブログの文章とかなんか文章を書いてる時もありますねたまに。うんまあ、完璧 なんか無理なんで。うん。まあ、で、結論を言ってしまうと、僕の答えはですよ。あの、僕も、あ、これあれかなっていう時があって、まあ、消したりとかね、あの公開しなかったりとかね、する場合もあるんだけども、基本的にその、うん、出してみないと分かんないっていうところが結構、マインドセットとしては強いので、出してみないと分かんないと。まあ、自分の中ではね、 これはちょっとちゃうんじゃないかなと思ったとしても、まあ結局、それは自分が思ってることであって、うん。まあ相,相手の気持ちはわかんないじゃないですか。だから僕もね、いっぱいいろんな動画を公開してきて、まあファンの方とかはね、あの、まあ実際に僕はレスポンスもらうんですけど、自分で動画撮っときながら、まあ自分で言うのもなんですけど、そんな動画見てんのみたいな。 なんかすいませんみたいな <laughs> そんな動画見てたんだみたいな <laughs> そう, <laughs> う,う本当にくだらない動画を逆に見てくれるっていうそのテスト結果もかなりあるんですよね僕動画アップロードしながらねこんなん誰が見んねんって思いながらアップするんだけども <laughs> 逆にその誰が見んねんっていう動画が逆に面白いみたいなね だそれはいろんなテスト、もう圧倒的にいろんなテストをしてきた結果、まあそういうテストフィードバックがあるんで、だから人でもね、おもろいと思ってもらえば、それは僕はそれでいいと思ってるんで、うん、でも一人、一人も面白いと思わないとかね、つまんねえって、っていう動画もあると思いますよ、本数多いし。うん。でもそれも出してないと分かんないんで、うん。 だからそのあここでねあ閉まったなんでこんな話してるのその閉まったっていう着眼点が自分視点なんですよねもう一度言いますね閉まったっていうのは自分が閉まったであって相手にとっては閉まってないかもしれないですか別にね自分が読んで自分が金払うんだったらいいんですよまあ今日はあのドリアカのその毎月やってる講義ちょっと収録しててそこでも少し言ったんですけど別に、ね、自分が、うん、読んでね 金どうすかまあ本当に自分が書いた文章を自分で読んで字が自賛して自分が字が自賛して金払うんだったら、うん、そうですいいと思うんですよ。<laughs> いやいや、そのね、特にねインタ、僕はインターネット17年やってますけど1対1万とか1対1億とかなるわけじゃないですか。も,うもちろんその僕は、ね、数少ないんでそこを大きなところは言えないですけども、まあ、距離は関係ないわけですよ。 まあ少なくても僕もね、再生数少ないですけども、まあ、100、まあ、100以下で、まあ、100ぐらいですか、まあ、?1 対100ぐらいになるわけじゃないですか <laughs>。でもこれリアルでね、100人集めると結構しんどいですよ。セミナー100人集めると、まあまあしんどいですよ。だ1対100になるんで、その100人中誰かが何か思えばそれでいいかなっていう。でもそれを出してみないと分かんないし。うーん。とにかく、まあ僕もな習いましたけど、とにかくテストしろと。 とにかくテストしろっていうのはもうめちゃくちゃ言われましたけどね。まあ、勉強していく中であの、まあうん、テストしろっていうのはね、叩き込まれましたけどね。とにかくテストだっていう。テストしないと分かんないっていう。うん。で、あとね、このテストマインドが非常にいいんですけど、失敗したとしても、あ、テストだからって言えるんで。で、これね、逃げもあるんでいいんですよ。このテストするっていうマインドは。とにかくテスト、あ、うまくいかなかったらもテストだなと。 だうそのまあエジソン風じゃないですけどうまくいかなかったことを発見した成功だみたいなねうんそううんまあ完璧は無理なんでそう自分が完璧と思ったことは相手の完璧でもないですしだ結局ねまあだかその文章を書くとか動画とかも全部そうなんですけどほとんどの人ができない理由って自己満なんですよ 自分が完璧。自分はいい文章を書けた。自分がいい動画撮れた。そこに酔い,しれ酔いしれてるわけですよ。いや、僕からすると結論、売り上げが上がるかどうかが全てなんで。これもね、僕も経験があるんですよ。昔、その、そう、熟成さんのアヤさんとね、これ言ったことあるかな。あの、ジョイントしたんですよ。ジョイントして、何回かジョイントして売ってるんですけど、 1>, あの1回こけたことがあってで沖縄まで行って沖縄行ってドローン飛ばして 4K で撮影して3カメ入れて編集とかしてかっこよくしたりとかいろいろやったんですよで結果的に1本しか売れなくて1本っす <laughs>、ね、で,で結構あやさんに言われたんですよねいやよっしゃーなーみたいなね結構というかちょっと言われましていやもうちょっとみたいなねそでそ,それですいませんでしたみたいなね 売らしてくださいもう一回、もう一回、売らしてくださいってって、違う教材売ったんですけど、それはしっかりと結果出して、あ吉田さん、やっぱ、やっぱあれですね、みたいなね <laughs>、言われましたけど、そう、ビジネスにおいては結果がすべてですから、あとね、前、編集した動画とかも、こう、プロモーションでやってたんですけど、なんか、お客さんに言われたのが、なんか、かっこよすぎて、僕が見るような動画じゃないと思いました、みたいなね <laughs>。 いつもこんな感じでやってるじゃないですか。なんかいきなり編集してると、なんか俺の、俺じゃないな、みたいなね、逆に。<laughs> っていう意見、フィードバックもあったりとかね。そう。だいろいろテストして、いろいろテストして、まあ結果的に、うん、もう本当にまあ一言で言えると、自己満ですね。すべて。うん。自己満っていう。結果がすべてなんで、ビジネスは。売れたか売れないか、それが、僕はそれがすべてだと思います。 努力したとかね、動画かっこよくしたとかね、文章完璧にしたとかね、いや、完璧でも売れなければ完璧じゃないですから。<laughs> そう。そうちゃんと銀行、まあ、クレジット決済なのか銀行振り込みなのか分かんないですけど、借金までが全てですね。借金までが全てです。このセット、僕もこの,このマインドセットもありますんで、うん。 何のためにやってるのかビジネスは何のためにやってるのか、まあ、センターピンは売り上げです。もうこれは譲れないですね。なんでビジネスやるんですか売り上げを上げるためです。で、そこから派生して、じゃあ売り上げを上げるためにお客さんに価値を提供するとか、そこから派生して、だからこの大きい木があって、この木はね、売り上げを上げるっていう木なんですよ。だけど枝分かれしてそこで、じゃあどういうビジョンなのかとか、どういう志なのかとかね。 だか,らなんか志とかビジョンとかね先にこう立てる人もいると思うんですよ。僕はビジョンがあったとしても売り上げが上がってなかったら僕は意味がないと思うんでだから僕はセンターピンは売り上げだとビジネスをやる上ではまあそれはまあ昔会社をやってた会社で従業員雇ってまあ借金背負ったっていう経験もあるので結局売り上げ上がんなかったら従業員の給料払えないんでだから僕が借金背負ったのは一時期売り上げ作れなくて うん、その従業員給料払えなくてね貯金全部入れてね、うん、借り入れしてきて従業員給料払ってましたけど本当ね売上上がらないと給料払えないですよね <laughs> す、まあ、結構それで骨に身しみたっていうのはありますねそれでもうあの、うん、まあ多分忘れないですけどね新橋のあのビルとかあの消費者金融の新橋の,あのビル全部回りましたから、まあ、あれも一生忘れないだろうし 社長になってこんなことやってんのかみたいなねだからまあ本当にいろいろな経験上でまあ絶対売り上げを上げるっていうところですね何が何でもうんだから自分がしまっても自分がしまった文章を書いたとしても売れればいいんじゃないですか <laughs> クソ動画でも売れればいいんじゃないですか自分がクソ,クソだと思ってても相手が面白くし笑ってくれればそれでいいですし うん、結局誰が金払うのが僕は全てだと思うんでであとはその100人に全て完璧なものは届けられないっていうことも分かってるわけですよわかります自分もクソ動画、えー、相手もクソ動画10人ねクソ動画だなと自分もクソ動画だと思ってるんですよ、うん、だけど1人ねいいって言ってくれれば僕はいいと思ってるんですよ どこにフォーカスすするかですよねじゃあその1人がいいって言ってくれる人に僕は1人に売ればいいだけなんでっていうかそれをずっとやってるんでピンポイントで売り続けてますから僕はこの10人がクソっていうところに目を向けないです1人がいいっていうところにピンポイントでかぶせてきますうんそれでもう飯食ってますから僕はこの少ない再生数で生き延びてるのはそのピンポイントゴルゴ13ですねそう うん、てかそれもドリアカでは教えてますけどねまあその、うんうん、なんだ一番そのネットで難しいところってやっぱそのアクセス大量のトラフィックを集めていくっていうのがやっぱ大変なわけじゃないですかどうですかアクセスを大量リストを1万リスト取る2万リスト取る3万リスト取るまああのきついですよ広告書けないんだったら。 無料でその1万2万3万取っていくとかね結構きついですからねうんだからもうピンポイントで売っていくとだからそれをちゃんとやってくれてる人は売り上げちゃんと作ってますから少ない数でも鷲津さんとかもあのー、なんだチャンネル登録鷲津さんまだ1000いってないよなまだまあ1億ね売り上げ超えましたけど5年ぐらいですか、えー、5年ぐらいで 多分ね、913人ですね、チャンネル登録。まだ Google の基準にも達してないですね。で、常時再生数が、あ今ライブやってますね。木曜日だからこう。ライブ視聴者数、今6人ですね、うん。5人とか。まあ、常時再生数が100、でもちょっとボリュームちょっと上がってきたな100。再生数150、140ぐらいじゃないですか、平均。 うん、あ結構でもちょっとボリューム上がってきたな。再生数が。僕より再生数持ってますね。平均値。<laughs> 僕平均100以下なんでまだ。まあ本数多いっていうのもありますけど、うん。でもチャンネル登録1000人いってないですよ。うん、で別に1動画はね、1000回とかも回してないし、それで1億ですから。うん まあね、ドリアカでも一人のリーダーになりましょうみたいなね、最初の教えありますけど、うん。まあちょっと話脱線しましたけど、あなたのしまったは相手のしまったとイコールではないってことですね。わかります。<laughs> うん。だからそれはいろいろテストすればいいと思いますし、うん。まあ結局本当にね、自己満なんですよ。 なんかあの自分を美化,し美化してはいないとは思うんですけど、まあ、動画編集に関してもね初心者基準の完璧って何をもとに完璧なのっていう話でもあるわけじゃないですかどうですか初心者基準の完璧何が完璧なのみたいな <laughs> そ、ね、ハリウッド映画もう,もう本当にね動画,動画映像コンテンツまで見る映像コンテンツの大きいくくりで見るならばもう映画じゃないですか。 ハリウッド映画で何百億円かけてる映像コンテンツに勝てますかっていう話ででも本当に上を目指すんだったら映像のクオリティというか質だったりとかなんかそういうのを求めていくんだったら本当、ね、ちょっとぶっ飛んだ話になるけどもそういうのよりすごいんですかって話で <laughs> いやそ,そこと戦ってたら無理っすようんそうまあ ななんだろうな趣味でやってるんだったらいいんですけどビジネスでやってるんだったら本当売り上げなんぼなんでうーんまあいいんですよ動画を編集してかっこよくしたら売り上げが比例して上がるもしあなたがねとかねそそのあのちょっと話の質問から脱線してますけど動画編集しましたかっこよくしましたそれと比例して1000万売り上げが上がりますだったらいいんじゃないですか でもそれはないと思いますけどね。特にコンテンツ販売に関しては。話してる内容だったりするんで、結局は。うん、そ YouTuber とかちゃうんで、まあ、YouTube は使ってるけど、YouTuber みたいなじゃないんでね、商品売ってるのっていうのは。うーん全くち、まあ、同じプラットフォームは使ってるんだけど、ちょっとそのマネタイズポイントが違うので、戦略も違うってことですよね。 やってることがだからこの前もねなんか一般ライブしてたんですけどその一般この前まあ1週間前ぐらいからたまたま一般ライブしてうんなんかその一般ユーザーがコメント来てなんか言われましたもん「重再生か」みたいなね「重再生か」みたいなね「10人しか見てないぞ」と「70人ぐらいしか見てないぞ」とか言われましたけどだから一般的に見たら「 そうなるでしょうね。あ、そうなんです。みたいな。少ないんですよ。と。すいません。みたいな。その少ない中見ていただきありがとうございます。みたいな言ってましたけど。<laughs> だ一般的に見たら、100万回とかね。200万回とかね。チャンネル登録1000万とかね。まあ、そういうとこしか見てないじゃないですか。うーん。そう。 だから僕がやっていることだったりとか僕が教えていることっていうのは一般の人には理解できないと思いますし別に一般の人に理解してもらおうと思ってないんです、うん、少なくとも僕がこう発信していく中で興味を持ってもらった人にさらに深掘りして伝えるって感じですね別に信じない人に無理やり信じさせることは無理なんでね <laughs> だからその例えば僕もね情報商材をもう17年やってるわけですよなんだ 本あるかもうあの「情報商材は詐欺だ」みたいなねもう本出してますからね僕17年やってますよじゃあその9割がね情報商材は怪しい詐欺だっていうところに目を向けるのか1割の人に目を向けるのかって話なんですよ僕は1割に目を向けてるだけですよで1割に目を向けても別に飯食っていけるぐらい売れるしね <laughs> 単純に。 うん、まあ今僕が教えてるのはなんか会社規模でね年商10億100億目指していきましょうっていうことを教えてるわけじゃなくて別にそのこ僕も1人で今やってますけど1人でね月にね100万まあすいません上から目線ですけど100万程度の話なんですよ会社でね100万の売り上げだったらこれやっていけないですからねおっしゃいますね <laughs> <laughs> すいません僕のこのやり方っていうのは会社レベルで従業員もいてね このレベルでは無理でですよでもそのお客さんじゃないんですよ僕は僕と同じようにたった一人でもなんかその100万ぐらいこう稼いで自由にやっていきたいっていう人がお客さんなんで僕のお客さんをねうんだから1割で十分なんですよ1割であのだからあの。 鷲津さんもね、チャンネル登録1000未満で、常時150再生ぐらい、今、今今ライブやってるんですよね、ライブ。なんかこう、はい、バーとかに行ったらさ、氷漬けのさ、やたらおしゃれに見えるポッキー今日ょう木曜日なんでね、えー、毎週、和食料やってますけどこれ、視聴者数7人でございます。<laughs> この7人で1億ですからね、<laughs> ありますねコメント2人ですね、コメント2人、今。普通や <laughs> あれ全部で円ぐらいでしたよコメント2人ですよ、ね、<laughs> ライブ放送視聴率、えー、今、今僕も見てるから8になりましたけど、ね、<laughs> コメント2人、それで1億です、ね、5年ですけどね、まあ年間つに、年間だったら3000万か2000万とかじゃないですか。うん でこれを信用できない人もいるんで別に信用できなかったらあの数頑張ってくださいって話で <laughs> あの数頑張ってくださいと <laughs> <laughs> まあ僕はまあ,あの自由に自分が生きてればそれでいいのでうんそん<う>な感じですかねまあちょっと話だいぶこの横に広げましたけどもうんテストしましょう 逆に言うと、まあ、これまとめさせていただくと、俺をテストしろっていう、塾長をテストしてみろっていうね、<laughs> 別にリスクあります今回、なんか、あのね、あの課題書いてるみたいですけど、なんかリスクあるんですか,か落ちたら、借金せよとかあるんですか、うん、吉谷さん、あの塾長をちょっとテストしてやろうかなみたいな。こんな文章書いたら塾長、どんな反応するのかなみたいな。僕を人体実験すればいいじゃないですか。<laughs> それぐらいでいいと思いますよ。だって、何のリスクもないんだから。 どうすか逆に文章をいっぱい書くっていうのは自分のスキルアップにしかなんないんじゃですまあもうすでにね1万文字書いていただいてる方の中でなんかそういう風に書いてくれてた人いますようん逆にそのねこれね書いてくれてる人がこれ書いてることをもうメルマガで使うとかねいやもはやこれ書いてることをあの商品化するとかねなんか書いてあるんですけど <laughs> なか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 そのレベル高いなと思って見てましたけど だってあの、まあ、今回1万文字っていうね課題をこう出しましたけど多分ね僕が課題出さなかったら書かないっすよ人生において自分で自,力自分で1万文字書くってことありえます100年時代の中で多分ないっすねもし自力で自分で100万1万文字書くっていうぐらいだったらもう自分で多分稼いでますよ <laughs> それ自分で一人でできるんだったらまあ僕もね今ブログ2年ぐらいか2年毎日更新してますけどもだ 1, 1, 1記事1000文字ぐらいなんですよだか,ぶだから1000文字かける365で何万文字ですかねまあ文字数で言うならば相当2年で文字数は書いてると思いますけどねえでもそういうことですよそれ普通にやんないといけないんでそんなのは だぶっちゃけ言うと1万文字って大したことないですからねでもその大したことないこともでやらないんでみんな一人じゃ一 <laughs> 人じゃやらないんで <laughs> ん<そう> <laughs> はい大丈夫でしょうかでは終わりたいと思いますありがとうございます